ペンです、ね、さっきかなり大きなペンがありました。これ普通のペンです。4色持ってきました。緑、黒、赤、青。さあ4色のペンがありますけども、じゃあ一番前にいます。そこで結構です。これから1本選んでもらいます。ただしマジシャンはまず 1本選んでくれって言いますと、都合の悪い色を選ばれるとそれを除きますとかよく言います。そういう卑怯なこと言います。あらかじめ言っておきます。そういう卑怯なこと使いません。選んだ色を使います。いいですか。さあ4色あります。何色がいいですか。緑緑ですか。緑選ぶ方はかなり珍しいですよ。いいんですか。緑で、はい、書いてもいいですよ。緑で、はい、じゃあ緑のペン持っててください。よろしいですか。これは使います。言った通りに選んだ色を使います。あともう一個使うものがトランプです。トランプ、じゃあですね、こちらはですねコンテスタントなんで、よろしいですか。トランプ、あ、これ予言が一緒についてますけども、予言を、じゃあ予言は後ろの、すいません女性の、ちょっと持っててね、そのまま持っているだけでいきます。さあトランプ、こっち行きましょうか。すいませんけど、ちょっと手を出していいですか。これからですね、1枚選んでいただきたいと思いますが、まず、もちろんこれバラバラなトランプですよ。見えますか。大丈夫ですか。1枚ずつはですね、手の上に置いてきます。いいですか、こういうふうに置いてきます。ゆっくりこういうふうに置いてきます。どこでもいいです。このフェアに行きましょう。好きなところでストップと言ってください。そうです、そうです。お客さん言わないと誰も言いませんからね。私が言ったらずるいですから、ね、お願いします。どこでもいいですからね。早いですね。さあ、ストップかかりましたけども、選択肢が2つあります。今、ここでストップかかりましたけども、これか、これ、どちらか選んでください。どっちにします。それですか。じゃあ、持ってください。さあ、お二人のお客様にお手伝いいただきました。予言はあらかじめ渡しておきました。全く自由に緑のペン、全く自由に1枚のカード、トランプ選びました。ちょっと太い方を開けてみたいですか。このカードに大きく×印を書いてください。大きくですよ。そうです。じゃあこちら、じゃあペンの方は回収しますね。さあ、二人のお客様に選んだペンとカードでこのようなものが出来上がりました。お待たせいたしました。封筒の中のカードを取り出してください。1枚のカードが入ってます。よろしいですか。走ってますか。お願いします。完璧です。